久しぶりだね。大会、ついに明日ね。ええ、いよいよですわ。みんな元気そうだね。ねえねえ、新しく入った子たちはいないの？そうなの？残念ね。会いたかったわ。またいつでも会えるわ。虹学らしい個性的な子たちだから楽しみにしてて。ライブの動画見たよ。すっごいパワフルな子たちだね。いろいろあったと聞きましたが、皆さんの顔を見るに大団円だったようですわね。うんうん、ますますパワーアップしちゃったんだよ。そうだね、二人ともストイックだから私たちも刺激されちゃってるんだ。練習量だってみんな増えたし。それはますます会いたいわね。大会終わった後にまた来ちゃう？いいですわね。Thank you。 でも今日は練習はしないことにしてるの。はい、今日は休息日にしていますので。なんか余裕あるな。どうしてそんなに落ち着いていられるの？そわそわしたりドキドキしたりしない？今はないかな。やれるだけやってきましたから。Of course、 マリーたちに怖いものはないのよ。3人の緊張をほぐしてあげないとと思ってたんだけど、必要なさそうね。明日は最高のパフォーマンスをして優勝を持ち帰ってみせるわ。そういうこと。相変わらず虹学は自由だったわね。かなたちゃんなんて練習している最中にお昼寝してたもんね。一瞬で眠れるというのは一つの能力ですわね。羨ましくすらあります。寝苦しい夜とかに欲しい能力だよね。本当に。さて、じゃあ明日に備えて最後の確認をしましょう。入り時間、持ち物は問題ないわね。ええ、問題ありませんわ。ダンスの最終案も確認しておこうか。途中いろいろ変えちゃったからもう一度みんなでチェックした方がいいよね。ちょっと見せて。あ、ここ、このターンの部分なんだけど。ターンがどうかしました？少し気になるのよね。ほんの少しズレを感じるっていうか。ホテルの近くに公園があったよね。そこで試してみる？そうしましょうか。あ、ここのステップマリと私は要注意だよね。ここも確認しよう。確認は大事ですが、ほどほどにですわよ。夜はしっかり睡眠をとらなくては。やっとマリーたちの思いを迎えに行けるのね。そんな日が来るなんて思ってなかったよ。その日が来ることに感謝しましょう。そして私たちのチャレンジを必ずアクアの力に変えましょう。そう興奮しないの。そんなに走ったら危ないわよ。ありがとう、君にもそう言ってもらえて嬉しいよ。私たちも満足のいくパフォーマンスができたと思ってる。
私たちのチャレンジは成功ということですわね。